日本関東地方東京都新宿区、戸塚戸塚は、東京都新宿区の北部に位置する地区で、旧豊与多摩郡戸塚町を橋とする。現行行政地名は、戸塚町一丁目のみ。住居表示未実施地域。郵便番号一六九のゼロゼロ七一 JR 山手線の高田の馬場駅を挟んで、西は、神田川に架かる、小滝橋から、東は、 早稲田大学早稲田キャンパスまで約2 6トル南は諏訪通りから北は神田川まで約0 9トルと東西に長い地区で現在の以下の地域にあたる。この地区の町名はもともと新宿区戸塚町1丁目から4丁目のみであったが1975年の住居表示実施により上記の町底に変更された。ただし、 現在でも戸塚警察署が存在するなど、この一帯の地名として、現在も戸塚の名が残っている。コミュニティ戸塚という、この地域の情報誌も、年4回発行されている。早稲田大学や小学校、中学校、専門学校などが立ち並び、古くから学生街として知られる。また、福祉の街としても知られ、多くの福祉団体が点在している。 日本展示図書館など、全国的な活動を行っている団体や、アムネスティインターナショナル、日本支部、国境なき医師団、ピースボートなどの国際的な活動を行っている団体の事務所がある。その他、この地域の東側には、最古の富士塚が存在していて、水稲荷大社では、毎年7月下旬の土日に、高田富士祭りと称して、盛大にお祭りが行われる。 上記の住居表示実施により、地名が変更されて、以降は、戸塚町一丁目のみが残る。壮大南門通りの東沿いに位置し、むね壮大通りを境に南北に分断されている。北側町域は大部分が、大熊庭園と、リーガロイヤルホテル東京により占められ、住宅はごくわずかである。南側町域は、早稲田キャンパスと早稲田中高の間の住宅街である。 なお、早稲田キャンパスは、西早稲田に位置する。町域の北端が新目白通りに接する。南側町域は、主要道路に接しておらず、早稲田通りの馬場下町交差点地下鉄早稲田駅前、交差点が町域より南側を通る。町域内の公共交通機関は、リーガロイヤルホテル、東京前に、都営バスの早稲田交車場があるほか、 相大難問通りを都営バス学例に系統の相大正門行きが通過するのみである。その他と保険内で利用な可能なのは都営バスの相大正門停留所、東京メトロ東西線の和瀬田駅など、2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。